本日もコストコの牛ミンチを使ったレシピをご紹介していきます。コストコでお買い物される方、コストコは量が非常に多いです。量が多い分安い。買ったはいいけど、これだけのミンチどうすんねんっていうのがね、一番の問題だと思います。これまでの3回の動画でハンバーガー作りました。さらにじゃがいもと炒め料理作りました。さらに煮込む料理作りました。で、今日は第4弾揚げます。ということで、本日ご紹介するのはコストコ牛ミンチを使ったミンチカツ。いやーすごいね、こんな感じで。で、耐熱の容器に入れておきます。はい、ラップして、で、ラップを外して少し混ぜて粗熱だけ取っていただきたいと思います。はい、この後、ミンチと混ぜていく段階で、これが熱々ですと火が通ってしまうので、ここは少し冷ましてください。はい、ボウルを用意していただいて、ここに解凍した牛ミンチ入れます。今日は2つ、1つが 170g ぐらいです。牛ミンチ入れたら少しほぐします。で、まず牛ミンチに塩コショウで下味をつけます。コショウはブラックペッパー。はい、下味をつけたらまずこねます。しっかりと。で、さらに混ぜていきます。最初はちょっと水っぽいんですが、しっかり混ぜるとね、固まっていきます。大さじ2杯のお水入れます。このお水を入れることによってミンチカツがめちゃくちゃジューシーになります。このまま、成形して揚げていってもいいんですが、ミンチの温度が上がって非常にペタペタしてます。で、これなかなか形作るのが難しいので、こういう時は一度バットに移して冷蔵庫で少し休ませます。そうすることで非常に後で形付けやすくなります。今日はやりましょう。はい、こうすることで、もちろん成形しやすさっていうのもあるんですが、後でね、何等分にしようかっていうのが分かりやすくなります。で、今日はどうしようか、4等分でいこうか。はい、4つぐらいに分けましょう。これで、お肉しっかりして、まとまりやすくなります。チーズミンチカツですよ、今日は。はい、じゃあちょっと空気抜いて、あまり大きく分厚くするとやっぱ火の通りが大変なので、あまり大きくはしませんが、こんなもんかな。はい、で、もういきなりパン粉です。で、これで、ね、十分パン粉もつきます。はい、コストコのミンチ美味しいので、肉の味をしっかり出す、はい、そういうミンチカツです。
油2センチぐらい入れました。パン粉入れてじわっとなれば OK です。カツ入れていきます。うまそうね。めっちゃひっくり返そうね。はい、美味しそうじゃない。ほら、いやすごいね、こんな感じで。いただきます。これでもうかさっていきますか。ジューシーな、めちゃくちゃジューシー。見てこれ、このジューシーさ、ほらこれ、ほら肉汁がもう、ね、肉汁が溢れてくる。あの今日のポイントの水がポイントです。じゃあ今日は中濃ソース。美味しそうね。じゃあちょっと先いきますね。これは美味しい。ちょっとじゃあスプーンですね。美味しい。だったけどすごい食べやすい。これはうまいね。これはうまい。うん。はい、バグっといって。いただきます。はい。おっこおる。なんて。お肉の味がすごい良くない。あの。全然あのなんていうの、肉が少なくて脂っぽくないでしょ。全然脂っぽくない。すっきりね。はい、ゆうちゃんどうぞ。超おいしい。おいしいね。超、うん、続いてアレンジレシピいきましょう。じゃバターでね、バターちょっと入れてね。ちなみに前回、ハンバーガーでご紹介して冷凍してきました。冷凍も大丈夫です。内側に焼き目つけていきます。美味しそうじゃん。内側だけ、うん。はい、まずマヨネーズ。ケチャップ軽くして、はい、カツ乗せます。たっぷり。しまってほしいです。人が食べるときはお腹ペンに入れて、いただきます。おいしそう。これいく、この肉汁いく、こんな感じ、じゅわじゅわいきましょう。せーのはい、ということで、コストコ牛ミンチレシピの第4弾、ミンチカツ、そしてアレンジでミンチカツバーガーでした。どうでした？めっちゃ美味しかったです。美味しかったですか。ありがとうございます。ママは？めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった。牛ミンチ気に入ったんじゃない？ママお気に入りやん。次買う。はい、牛ミンチ赤身 88% リピート決定しました。はい、で今回4回やって、まあ普通のハンバーガー、チーズバーガー作って炒める料理、煮込む料理で揚げる料理作りました。まあ何をどんな料理でもね、あの使えると思いますので、ぜひ、購入の参考にしていただいたらいいかなと思います。冷凍して、十分使えると思います。
今日の動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価通知ボタンのよろしくお願いいたします。それでは次の動画で会いましょう。伊藤健吾でした。バイバイ。せーの。